あれはあのー、ポニーテールしてるやつそう衣装のシャールームの可愛いかったうれしいイメチマルありがとうストーリー可愛かったお嬢さんたくさんありがとうポニーテールかわいかった ポニーテうんマジで久しぶりにしたそう今日はね最初はおろしててリボンをつけてたんだけどこうなんかどっちもつけててと4部と5部でそうポニーテールにしたそう珍しいあんまりやんないから。 夢ハートありがとうそうかわい方でて嬉しいやっほー話しかありがとうありがとう今日はねなんかねあのみんな今日はね一部からねそう来てくださる方も多くて嬉しかったみんな早起きしてくれたのってなったよ うんお疲れ様ありがとうそう嬉しいリサのために起きてくれたの嬉しいうんストー,リーの写真めっちゃ可愛かったでしたってありがとう今日はほんのしかりありがとうこ雪きちゃんありがとうポニーテールねそうポニーテール 配信なんかこのねショールームでやるとねなんかほんとにそう全部ねいっちゃうからねでも引きじゃないとね分かりにくいよね犬さんありがとうみくちゃんお話し会いそうちょっと開くよねお話し会多分次こういちゃんありがとう かな、うん、タペンライトもありがとうピンクのうちは完成したかこうのっが見つけありがとう作ってくれてタロテンくもありがとうありがとうみよお話し会もありがとうねなのちゃんハーありがとうこんばんは触覚そうなんか触覚ねちょっとね切ってもらったのだから短い ウルトラさんこんばんこばは最近すごいなんか翔子のアバターの方来てくれるどうしたのみんな <laughs> どうしたのもう次の週末だねやばい早いね時こんばんはまた打ちはわせしてあればうしいありがとうすーちゃん嬉しいありがとうね そう寝る前に見えて幸せピピちゃんよかったありがとうねうんお会ありがとう今日のお話会でもありがとうさくらちゃんありがとうえ今日そう初めましてのね方もね来てくださって嬉しかった嬉しいしょこの配信しもちゃあそういうことかあそうかもねワンちゃん うん、こそっと来てんの <laughs> こそっと来てんのうんはなちゃんのありがとううんりなちゃんももいちごちゃんこっそり来てくれるすごいこっそり最近こっそりじゃないよだってコメントしてくれるからさあびっくり たくお話しかありがとありがとうザモイちゃんおししかかたんありがとう、うん今日もかなっぺありがとうもうあの見せてくれてたくさん水吉今日はあ,りありがとうありがとねこちらこそ X でかわかったって言ってくれて嬉しかったうん あ、そうなんだそら <laughs>、ありがとうこっそり夏美ちゃんやっほホーヤッーうん2月三日ライブかえ嬉しいありがとうねワンナちゃんヤネちゃんありがとうそう今日初めてのはじめましての名前の方多くないなんかこのルームねやったえる スーちゃんねえ会えるありがとう滝くんほらヤほーってどうしたのみんな急にうっ <laughs> 急に何どうしたそう楽しいだってありがとうりるちゃんさっきもはたありがとうたくさんごまさま「髪」インスタの髪の毛ツル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 なんです今でもなんか髪質改善をなんかやったの結構初めてで 髪質改善した時ってさカラーができないからさだからちょっと先にね染める前にそうトリートメントをねしましたこんばんは佐藤先生うしいたちみくんハートありがとうみーくんもハートありがとううん今日話半年くしようと思って。 あそうなんだ今むき来週よろしくありがとう4月のさち葉りちゃんありがとうねお嵐会の美術う嬉しい本当うん。ん陸結婚してよろしく大好き伝わったよめっちゃありがとうそう本当になんかうちわとか あのボードとか、あのー、グッズをもう持ってくださってる方がいてえタオルマジ可愛かったなんか梨紗ねまだ見てなくって実物をまだ見れてな,いなかったんですよだからみんなが見せてくれた、あのー、タオルが可愛かったマジで可愛い,いあれ 2色は2色展開っていうの2色展開じゃないね2 <laughs> 色入ってるのはマジで珍しいから嬉しい嬉しいポニーとかよかったありがとうそう2色になってんの結構可愛かったなんか普通に色が結構 入っってる感じでそうめっちゃね可愛い,いしかもなんか目立ってたよおしあのここにあの見せてくださったんですけどうんあリサちゃんありがとう,そう色はっきりしてていいほんとカナップ6枚話そうね6日あ六6日じゃない間違えた10日 そうめっちゃ可愛かった色がいつもはなんか白ベースにあの水色な一色みたいな感じなんですよいつも嬉しい2色やってくれてるの早く対面行きたいそうだよ対面も2月はありますねスカイブルーパステルブルーえブルーって2個あんの え水色だよ分 <laughs> かんないそんな青とは違うかもそうこんばんはいかちゃんこんばんはくたっから結してよろしく今日は嬉しい本当にありがとうかわけん早く話そう言うと最近話してない ミミビーナさんありがとうビーナさんさくらちゃんこんばんはこんばんはうんネイルはちょっと伸びすぎてるミーハートありがとう やばっ2週間対面まであと2週間早っ早っ早っ早いですねとっても早いことネイル変えるよ絶対に変えるね絶対に変えようええー、かわいいのがにする次は次ポニーテールね外しちゃったよー こうは、ん、ートありがとうん。対面ポニーテール、うん、わかんない服による服装によるポニーテールなんかするとさなんか別にいいんだけどさなんか一気に大人になっちゃうから大人っぽい服 の時がいいかもこれね何だっけナイスクラップじゃないなんかナイスクラップっぽいこんばんは衣装は嬉しいありがとうさくらちゃん朱里ちゃんありがとね今日はお仕事の。 よかったー本んとお疲れだねツインテールの方がするよポニーテールよりはうんなんかそうポニーテールはなんか高さがねあるんだけどあんま高すぎるとね似合わないんだよね謎に嬉しいあいみそうここリボン可愛い,い 夏マトペそうあげたモーメントにマジ久しぶりに何か見たそうまいちゃんありがとう海とヤッホうちは次の話ええー、見たいうちはとかね本当にマトペの衣装好きあ、うんマトペ夏マトペ人気よねうん 真ん中うん高さは高すぎないだからね前から見えない位置が本体だけど前から見えないとね甘く見えないね「陣お話しかありがとうありがとう」うん髪おろし系はでも対面だとおろすことあるかも意外と今日話しかあ,りがありがとうありがとう環奈ちゃん ありがとう。カイト結婚してよろしく。ありがとう、こんばんは。こんばんは。うん。そうだね。見せてくれ。大丈夫だと思うよ。衣装版の配信のアーカイブ。ええー、どう今。アーカイブあんのかな今。 待ち受け嬉しいないんだアーカイブないんだってうんないらしい真帆、ま、ちゃんないんだにゃんはじめましてはじめまして うーん。そっか。ショールームはないか。YouTube に。あ、それはあるかな。昭和の配信夜勤で。あー、そっか。確かに、6時とかね。18時台だったね。初見さん、ありがとう。こんばんは。ふみちょくろ、くもありがとう。I love you。こんばんはだ。 シルはそうだね仕方ないねデカリボンでポニーテールは可愛いかもリボンがやっぱ見えてる方が可愛いね若菜ちゃんヤっホーヤッホー,ッホーなんか久しぶりうん今日初見率さん <laughs> 初見算率高いかも言われてみろ確かに通所とかだった,たって嬉しいありがとう しかも初見さんがさ、可愛いって言ってくれてるの嬉しい。ありがとう。<laughs> そう。おいしくて、本当に。いつもありがとう。う嬉しい、ありがとうね。本当う。ん。うん。来週、神戸行くよだって、ありがとう。<laughs> 何もない。 <laughs> 何もないもうお話分かるお話会終わった日の夜ってなんかさなんか切なくなる時あるたまにえ、ね、分かるなんかたまになんか切なくなるえ切なくないにやんートありがとに、ね、N もハートありがとうたくさん。 うーんなんかそう家に着くとまずなんかボーっとするなんかボーっとしちゃう今日の話かあ,りありがとうありがとうえわ、ー、かるなんかなんかなんだろうなんかボーっとするよね虚無感だ虚無感するなんか虚無感水岸横山さん話そうねまたなんかなんか あるよねこう謎にうん「神戸と銀河」「あと旋もう嬉しいありがとう !2 月はねなんか会える系もあるけどなんかたくさんいろんなイベントがあるからまあいろいろね楽しみは多いけどでもなんかマジ早い。 なんか本当に早いなんか終わったなんかさ一部からさ五分の時間を見ればさすごい長いなって思うけどさ時間だけ見たらさでもさなんか一部一部がなんかあっという間なんよなんかいつもわかんないけど本当に早くてなんかなんかなんかね早いライブの後との気えー、やっぱあるあるある うーん。ああ、仕事終わってから配信。あよく、それはいいね。ええー、ツアーの機載席今日まで。そうだね、今日までだね。むすしのと、名古屋、愛知。うん。キキキーハートありがとね。 あ瑞吉も愛菜子ちゃんありがとう水吉席申し込んでくれたんだありがとうねほんといろいろ楽しい時間の後の仕事しんどいねそれはほんとに大好きで食くねえありがとうゆくちゃんねやばいそう始まるのね本当に毎週何かしらのイベントあるから仕事始で維持できて 嬉しいそうだねいろんなイベントがあるうんオンラインあんまりいけてないけどそうそうねえ話そうねまなかちゃん夏海ハートありがとううんうん ユニバーちょっと3月たっ月くさん嬉しいありがとうユニバーもね登録の、あのー、報告してくれたりうんツアーはね1公演を大切にあのー、本当にツアー全部で8公演っていうことをこうして改めて。 8公演は結構今までのツアーよりも、こう、あっという間なのかなって思うから、うん。1公演を、1公演をね、楽しみしていきたいですね。確かに2公演ってすごいよね、本当に。冷静にね。 冷静にだってありがとうゆうか幾何学と時間の感覚いやそうだよねでもどうなんだろうリセットされるのかなまたねなんか脳的にはなんかそんな気持ちでもでもいやいやそれはないかリセットはないかうん関東の人間いい そうなんだありゆけありえなお友達とおーありゆけありなあり,あ,けありがとう嬉しいうちわをうんちしてくれたりそうニートふわふわですよふわふわんかあるかな私たちもわからないこととかあるのかなこわこわみうん でもなんか公園の場所が違うとさこうステージの形とかとかいろいろ違いそうじゃないなんかそう思ったらまあなんか毎回違うくてもあれ分かる覚えるかなコロってライブめっちゃ楽しいから楽しいええー、嬉しいありがとう友達,友達ちゃん友達ちゃんうん そうだねアリーナこう今までのコンサートとかはあの何だろう意外と平日が多かったりとかするじゃないですかでも今回は土日なのですごくなんかよりたくさんの方に来ていただけたら嬉しいなの気持ち前髪切った。 あやあと言え,ばと言えばやばいありがとう話のと元気でいる嬉しいありがとうリボンの猫、ね、目え分かるあれかわいいよねビックリボンか愛いい高畑ありがとう本当にうんうん休日の方がやっぱいけるよーって方いるのかなって思ってるよ 大きい会場ドキドキするわかるそれなとってもわかる大きい会場をマジでなんかどういう感じって感じ <laughs> どういう感じって感じ <laughs> 日曜とくるんだしありゃ聞きました a マッチありがとう,どう結婚してよろしくありがとう本当に 席もさなんか前日にわかるみたいなの言ってたからさみんな教えてんねみんな席分かったら神戸初めてオーバーチャーねオーバーチャー流れるとドキドキだよほんとに <laughs> オーバーチャードキドキオーバーチャードキドキですよほんとに見つけてくれるいやほんとに見つけたい でもうんいやそうだよねファンの方だったらりさもバカ高まるよ本当にもうなんかやばいよね「ゆたもりやほう」<laughs> ね前日なのやばい「いさおハートありがとう」うん やばい見つけたいおばあちゃんかイコラムのさお,おばあちゃんってマジさなんかなんだろうこうくるくる感ないなんかなんだろう <laughs> なん,かなんだろうそれはでも慣れてるからってなるかもしれないけどなんかすごいこうなんかなんかわかるなんかくるような、ね、やつちゃなんかそれぞれさのイみちゃんのイみちゃんのおばあちゃんがあってさ ジイちゃんもおばあちゃんがってさなんか違うじゃん全然ほんとみんなどれもどのちょっと違うんでおばあちゃんなんかイコラブのさなんかおばあちゃんマジさ来る <laughs> 来る感やばいあの手拍子とかあるじゃんだからもうなんかやばい来る感あるよねほんとにめっちゃ来る感あるなって思ってる <laughs> そうしかもなんか最後のさ「ジャじゃジャン」とかまでもうなんか来る感あるもん <laughs> 本当にそうまあでもそうだね来る感あるねそれはそうそれはそうだねああサウィンンさんありがとう来てくれて今日もありがとうおめでとう うん。「コラブちゃん」のライブ行ってみたいんだけど男のファンの割合って少ないの。うん、でも確かになんか他のアイドルさんのライブよりかはあの女性の方も多い気がするけど。 でも男性が少ないっていうもう、うん、なんか少ないとかではないからなんかそうすごいなんか「生きづらいよ」とかない「<laughs> 生きづらいよ」とかないと思ううんなんかそう女性専用エリアとかもあるしもともとだってまあ元とというかまあなんか 想像想像というかなんか女性のアイドルグループさんはやっぱ男性のファンの方のすごいイメージがあるからさあったんだよ私たちもだけどでもそんなそんなにですよなんかうん女性の多さに驚いた全然行きやすい いいよってううけど私、うんいるたくさんいらっしゃいます。だしやっぱその男性のファンの方がこう率先してコールとか、あのー、やってくださるじゃないですかだからすごいねあの女性のファンだったら私が <laughs> 私がファンだったらすごい嬉しいなんかこう声出したい。けど ちょっとその恥ずかしいなんか勇気って思ってもやっぱり男性の方はすごくたくさんだ声を出してくださるからすごくね嬉しいうんなって思ってるそうガチ恋のやつもやってくれるあの言いたいことがもやってくださいますしたくさんの本当に掛け声とかもやってくださ うん全然だよ本当にうん <laughs> いや見るよね遠いとマジ覗くよねこれめっちゃ聞こえるこないだのさピューロランドさんのスペイベの時もすごかった本当にたくさんねえマジでお姫様のね最初の ずっと将来のの夢は王子の横だけドレスを着てるとおかいいねで「超かわいい」ってあるんですけどそこ超かわいい」がねすごいもうみんなさんがたくさんいてくださっててそこ私とはなちゃんがあのペアでやってる向かい合ってるんですけどその声を聞いた時にもうふって <laughs> ってなってなんか本当になんかたくさんこうたくさんガチ恋工場だけじゃなくてこういっぱい。 いろんな曲の中でたくさんコールをしてくださっててすごい嬉しかった思い出です本当だからめっちゃ盛り上がる本当にうんあとはなんか大リリとかのさ「ママで言いたいことがあるしあとはなんだろうでも本当に いろんな曲であるよねそういうコール系うんあとはなんか一緒に踊ってくださったりとかあのう、ー、しいダイリルとか踊ってくれてるような,なんか手こうやって「探せ探せ」ってうしいかわいい <laughs> <laughs> 確かにかわいいやばい夏バトフェもねそうあのセリフの後ととかいつもとか結構そうだねいっぱい言ってくれてるよねうんイコールラブも踊ってる人え多いよね分かる イリもね、いやでもそれを嬉しいしてくれてるのそう嬉しいたくさんあそうだ「乾杯」もそうだねみんなもっとせぇのかあそうそうそ,うそこも言ってくれてえあとなんかあそこも言ってくれてた気がするなんだっけあの2サビの1サビもかなあの「キラキラで」 <laughs> とか言っっってててくくだだささるたなんか夏まとペやってた時なんか言ってくださった記憶あるんだよねえ言ってくださってるよねめっちゃ感じてたそう夏まとペ最近ずっと言ってないからさあれだったんだけどそういえば夏まとペも言ってくれてたなとかうんそう セリフの後何言うのか確かに難しいよねそうだよね確かに難しいかも「ニサビ」の振り好き「ニサビ」かわいいよねうん夏まとべ楽しいこんばんはルンルンだよね夏まとべはね 客席え結構そう客席見えてるよあの思ってる以上に見えてるなんか2階席とか3階席でも全然見えてる意外とうんあとはあれだ「サブリーになる」とかもね言って今日も大好きありがとうみなちゃんもひかりちゃんもえ結構見えてるよ うん。見ないでなんで見えるよ。なんで見える, <laughs> るよ。<laughs> セリフ？違うバージョン。あそこむずいよね。いつもそうヒロインズ同じセリフを言っちゃうけど。 確かに」「アリーナのみうなどうですかイエーイ!」とかもあれ言えるのかな?「イエーイ!」とか。ね<っ>手を振ってもっと手を振ってスタンドも声を響かせてだって。 夏一人は <laughs> 夏まとめ一人はほんとしんどいよマジでなんか早いじゃないですか曲調もだからマジでやばいと思うすごそう本当にありサちゃんもありがとうえ結構早いよヒロインズいつも地面揺れてる <laughs> 嬉しいです揺れてるのみんな 一人しんどいよね。なんかだって。あのさ、一二三四。結構来るよね、あの、そこの。ところから意外と、ずっと詰まってるから。一、えーま、人でやばい、なかなかよ。夏のとフの。 カラオケはガヤが楽しいえ楽しそうヒロインズの盛り上がりは特にやばい S.S. はマジで言う歌 <laughs> マトペも歌ったマトペもなかなか一人で歌うのきつそうでもどれもやっぱ一人で歌うのはきつそうだよねだってさグループのさ歌だからさやっぱみんなそれぞれ分けて分けてあるじゃんだからなかなかだよね。 うん。ボード信えー、嬉しい、楽しみにしてる。あ、懐かしいね。ティフバージョンね。やったね。楽しみだったんだ。だって、今日はティフだもん。やば、懐かしすぎて。懐かしすぎて、懐かしすぎてすぎる。 <laughs> あそこマジムズいガチムズいマジで <laughs> ガチムズいうんまだ暑い時期だったね暑かったよね <laughs> 混乱したやばいうんうん「とちれないけどとちるよね」なんか曲が早いからさ すごい早い早いよねうんっていう楽しかったねうんあ続きでいや熱いよね今日ハートありがとうヤ野さんもありがとうねハートいやほんとねすごいですよマジでみんなもう早いから どんどん行っちゃうどん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 んめざましライブとかもかなやばい懐かしすぎる広島にね行けたの嬉しかったなヤっホーあっ「君の心にホームラン」の方がいる名前がお話しかありがとうありがとうスカルありがとう今日もありがとうハートも うんそう本当にいろんな曲があってこうしっとり系の曲もあってたくさんあるねー今帰ってきたのお疲れ本当にうんそういろんないろんなジャンルのね曲があるからさ おいわれきてよかったよユーありがとうビギナーさんチーピーヤほホほらこれショコラの方だよ最近遊びに来てくれるのうんせい,せいやッホーろいんちの裏側の動画 <laughs> そうだねなんか動画のやつとかね載ってたの裏側ね けんさんあれしか言っていたいと楽しい。しえでもねいつも結構あのほんとたなんか緊張するって言ってくださるんですけど意外となんか話せたっていう方が多いからそうぜんマジで何にも考えなくてもいいよりさが話すたくさん。 でもそう、割となんかすぐ慣れてくださる方多いレグルスありがと友達感覚マジで友達っぽい友達っぽい感じがいいいいねやっぱお話し会とかはさなんかそういうのがいいよね話しやすい嬉しい本当話しやすいのは嬉しいかもしれない 結構友達いるよね <laughs> うん友達うんそうそうだようんゆっくんよろしくそうだよマトぺのまとぺ衣装確かに似合ってるねありがとう似合ってた <laughs> <laughs> うん最近緊張しなくなってきたゆうまるありがとうこんばんはこんばんは 話し会かわいいいや本当にでもマジですごいねみんな話してくれるめっちゃ楽しかったけどど緊張だったええしたくさんでも思ったより早いんだよね時間がうんでもなんか本当になんかいろんなところで、あのー、話しかいし 来ててくれる方が多いなって思っ思たほんと改めて対談しましてひなこちゃんありがとううんすごい思ったなんかショールームはもちろんなんだけどなんかショールームであの本当にこう来たいって思ってくださったりなんか本当にねしてくださるのすごい嬉しいですけど なんか SNS とかなんか X とかあのインスタとかなんかそういうのを見てそっからショールームを見るようになってお話し会に来てきましたって方がいらっしゃったりね今日もしたんですけどなんか本当にそうなんかいろんなきっかけがあるんだなって思って。 インスタとかさこう見てくださって小遊びにね来てくださる方ってほんとすごい嬉しかったなって思いますしこうやってなんかショールームを見てこう対面行きますとかサイン会行きますとかあの今度お話会応募したよとかそういう本当になんかいろんな方がいて嬉しい。 あとそうなんかショールームで結構来てくださってたりするとさ名前で分かったりするじゃんね夏みちゃんありがとうそうすごいよね本当にうんいろんな場所から嬉しいショールームでリサの名前ってお前のお話くえ嬉しいターありがとうショールームって意外だいやね本当になんか ショールームの配信をしてってそういうふうに思ってくださるのは嬉しい、うん話し会緊張ええー、ありがとうももかちゃんいや本当にね時間をね今日確かに確かにねあのなうだからねうんももかちゃんありがとう すごいよね本当になんかお話し会があった日とかさあのこう配信とかなんかなんだろうお話し会がなくてあの違うお話し会が来れなくて配信を見るよって方もいるじゃないですか中にはあのお家ででおてくださってる方とか。 そう,なんかそういう方もねいつか本当に話せたらいいなって思いながらいつもいますうん <laughs> そうそうだねどんな感じがしているの嬉しいショールームからいろいろ嬉しいありがとうそういう意味では対面じゃないオンライン そうだねねあるねすごい。うんあモもっィ待ってるね。シュルー見,て見たからお話し会うれしい本当になんかだからこうなんだろう配信があのあるからなんかこうお話し会とか行ってみようって思ってくださる方とかもこういらっしゃって。 嬉しいですね本当にうんオンラインのがまとめ出しの時確かにそれあるねうんうんシールームでコメントいっぱいしたいうんするよこんばんはジムと話して いやほんとにショールームすごい。うん。寝起きの方寝起きの方あんまいなかった。うん。うんうん。対面まで会えないのさ。つらい。それはちょっと遠いね。遠いね。2月だけど、だけどだけど。 うんショールームで会えるの嬉しいそうねシングルのサイン会は参加初めての方はしやすいまああのお話とかはできないけどなんか名前をこう書いたりそれでっていうのは確かに参加しやすいかもね イベントの後の配信そうだねその日にあったこととかね話せる嬉しいチャールアッスもう2月って言んやばいよね普通に本当一番先初回だったさきちゃん今回バレンタイン先回ありますねよあちゃんこんばんはこんばんは シールームでリサ見れるから嬉しいツアーの日節分ですよ、うん、ツアーの日は節分なので皆さんはあれですかエホウマキとか食べますか <laughs> でも私 私はいつも恵方巻き食べてたんですけど、まあ、今年はちょっとわかりませんねでも豆はちょっとは食べた方がいいのかな演技的にうんかなっていうのはある今度せんかったら「ゆうとありがとうね」 分かんない今年のムキねまだわかんない愛ナ、ま、ちゃんあたありがとううんイワシイワシ食べないかもえイワシうん食べないかもえほむき食べながら配信はないかな うんサンマ,サンマまあ、食べなくはないかな東北東なんですかうーんえうんえ、恵方キきは黙って食べなきゃうん うん、うん、でも今年は食べないかもしれないもしかしたらうんなんかあれだよね無でさあのー、願い事をなんていうのあれしながら唱えながら心でですよね 願い事だっけなんかなんかあるよねそういうの <laughs> 豆まきは分かんないしないかもね何,と何考えてたの <laughs> いやとりあえずあるじゃないしゃべんないで食べるよね。願いを込めて。 あ、そうなんだ、ジェル頑張ってね、しようかつ、うん。毎年家族で無言食べてるけら、失分の日だけ独特ないや、あるよね、なんかね。ウエの配信見てたけ。えほんとあ、そうなんだ。願い事しなくていいの。えー、願い事してたんだけど、今まで。あの、 食べながらあの心で唱えてうんでも実質その願い事というかその初詣の時にもするじゃんなんか願いをなんかそういう感じになるんだけど願いは願いはね研究さんではえっ、ー、エオマキロール気になる すご,っすごい。願い事してたよ、普通に、マジで。抱負的な、うん、抱負的な。うん。相馬くま、ありがとう。<love> あ、今年オリンピックだね。確かに。パリ、パリオリンピックですかね。 意外と何でもありえでもなんかありだよね結構なんかさそれこそやっぱあのケーキ屋さんとか行くとなんか見たことあるよロールケーキで恵方巻きみたいな今日マラソン日本あなんかさニュース来てたかもすごいそうだね時差は結構ありそうパリって結構時差時差あった気がするうん でも私あれ見たあのバレーボールみたいバレーボール大好き見るのヨーロッパだからケイキ,キャくらいえだよねなんか見たことあるんだよねスポンジ絶対バレーボール見よう生で見たことないんだよね女子はねまだでもね、ないあのケンはケン そののパリなないねないねですよでも多分もうじきあるよねもうじき切符かな <laughs> そう多分もうじきある予選で行けばけるマジで行ってほしい男子はいけるんだよね あれ好き生で一回だけえー、すごいすごいよいいななんかスポーツってこういいよねなんかするのはちょっと得意ではないんだけど見るのはすごい好きなんかこう一生懸命いや勝ち負けのこう世界じゃないですかなんか本当に全部見る 絶対に見たいだからあのー、うん絶対になんか時差あっても頑張ってみたいテレビで、うん、テレビでされたらいいな放送リアタイしたいかも バスケはああなんかちょっと見てたよバスケうんそうまっちゃん久しぶりああ大丈夫なったやったん夜中いやーもう深夜テンションでも見たいね <laughs> どんなテンションって感じだけど サッカーも気になるよな深夜テンションでいつだっけ時期夏ちょ忘れちゃったないつだっけ「一ありがとう」夏か7月とか。 うんスポーツ全般好き7月26日からはえ大体どれくらいやってるんだっけ期間7月26日からかえ病院あら8月11日までやってんのうんうんすごい長いね あれそんな長い子うん見かけやか今年の楽しみ何をしているのかな私たちは開あそうだよね開会式前にやってたりするよね確かに でもさなんかあっという間じゃないなんか <laughs> ちょっとあっという間だねいろいろうんやばちょっとマジでうんあっという間だなんかほんと早いよね しばりは6月の大会あ6月か全然まだあったね <laughs> 7月ってもう半年終わってるね4年に1回数感覚になってるめっちゃわかるめっちゃわかる4年に1回ってさ4年に1回って思うやん全然いいやんみたいなと思うけどさ早い うーんやばいなうんポニティのストレーリーうちうれしいあげたの早いよね4年って聞くとさ長って思いやん長っていうかよなんか 2年とかなちょっとなんか早いかなとか思うけど4年って聞くとさなんか長い長いっていうかあっという間っていうこともないじゃん結構だけどさなんか4年早いかも確かに大学卒業になっちゃうもんね「うるるん嬉しい初見さんだってかわいい」 ありがとうやばいよ同い年あユゆっく同い年私と、やば嬉しい次の次のオリンピックやばマジか何やってんだろうね何やってんだろうね <laughs> やばいね 全然食えとかこう確かにやば悲しくなる <laughs> やばい悲しくなるやばいねインスタストーリー回珍しいでしょ楽しいでしょえそうだよね楽しみやばいうんやばくない 誕生日も同じ夏うれしい2042年ってあんこちゃんが言ってたね18年後だって言ってたっけやばいうん <laughs> 18年後はちょっとやばいな想像できないけど大丈夫そう 今日お話しかあ,りがとありがとうありがとうよくもなえちゃんありがとうね初見さんもありがとうこんばんはうん何者でもなくなってない何者でもなくなってないいやもう分かんないまったく分かんないねももさんすごいよね うんいや普通にでもなんか4年後とかもわかんないいやそれで言うと来年もわかんないけどうんねえ誰もわからない明日がわからない <laughs> いやほんとそれなほんとそうでも でもまあどこにいてもあのー、みんなが幸せであればいいねって思うよすごいうん何をしててもうんねあのー、別にこのこういうなんていうの お仕事をこう辞めたとしても。表にいなくても。あの。元気でいればいい。ね。って思うよ。十八年後も公式彼女でいてほしい。<laughs> やばいね、それは。わからないよ、未知ですけど。でも。十八年後だと、ちょっと。わからない。 それは分からない <laughs> 死ぬそれは分からないねどうなっていくか分からないうんでもやっぱね <laughs> そろそろこうこうしがずれてやばいまあねそうね うん、18年後ならマンチュンマブかも、まあ、確かになくはないかもねもうねもうなんかその気にしてるとこも違いそうだしねなんか悩みとか違いそうじゃない今はさなんかさなんだろうこう可愛い,いのが好きまあ可愛い,いのが好きなのは買わないかもしれないけどなんか本当にこう可愛い,いの いいとかこうなんかかピンクがいいとかなんかそう思ってたりとかしするかもしれんけどささすがにさ18年がそんな思ってないかもやん髪長いの、ね、髪長い,のいいのよねえびちゃんがいそうって言ってたなうんなんかああいう感じでいたいって思うそのなんだろう子供がいても。 すっごい綺麗で綺麗麗でなお母さんはいいよねでも多いよね分かるだからちょっと負けじと <laughs> やっぱ変わんないかもねリサちょ,ちょっと変わんないかも性格変わんない気がしてきてるなんか <laughs> そんなね 負けじとどことどことなんか競ってんのみたいなとこある <laughs> ああ瑠菜ちゃんハートありがとうそうでも子供にはそうねピンク着せるよ多分かわいいのうんかわいいのがいいね グあありがとう <love> あ男の子だったらピンクは違うかも男の子だったら黒とか黒とか青とか黒かなちょっとダークな感じでなんかかっこよくいてもらって女の子は可愛くいてもらって <laughs> 名前とかどうするちょっとまだ考えてないけど何も初期にあくこれ待って死ぬほんとにでも誰かに聞いてるかもねうーんまあでも別にあのさ関係ないけどねなんかそのさやっぱなんていうの 多様性多様多の世界じゃないですか昔はさやっぱりなんだろう女の子はそうピンクとかさ感じだったけどで男の子はこう黒とかやっぱ青とかさなんかだったけど今は何かもう何でもさなんかそれこそなんか女の子でもさ黒とか茶色とか選んだりするじゃないですか。 からマジで時代が変わってさ私たちのね時代はもうそんなあんまなくてそういうのは本当になんかもう結構女の子はもうやっぱピンクとかだったけどもう今も変わってねいろいろ変わりました本当にうんなんかおしゃれねなったりねいろいろ本当に。 だからあそうなんだお母さんとしすごいめっちゃ変わってるねだからいろいろいろんないろいろありますねうんそうだよ結婚するしないもあるしうんそうだよ 猫耳のインスタチオくれて嬉しいありがとう見てくれたビンセルだねそうね前髪好きこんばんはルナちゃん好きなように今日うん本当そうそうしよう 恋をしててもしてなくてもそうだよ。明日はどうなのか分からない。そうだよ。分かんないよ。ツアーグッズのピン、ピンキー衣装。嬉しい。ありがとう。あれ可愛いよね。お気に入り。ずっとお気に入り、あの衣装。可愛い本当に可愛い衣装。自由にね。そうしよう。 アクスタ、嬉しい。ありがとう。いろんなとこ連れて行ってね、アクスタ。うん。明日も寒いのやだな <laughs> 今日は結婚してよろしく。今日妹だね。えー、最高だね。最高おめでとう、妹ちゃん。<laughs> 最近寒い、マジで。わかる。やばい。嘘来週めっちゃ、マジで急に春突然訪れる サーグッズゲットするの楽しみありがとうビジュース言だよね人気です、ね、15度え待って15度って何何したらいいんだろう何の服着たらいいのどういう感じどういう状況 なんかさ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 春来るとさなんかまた切ない気持ちになったりするんだよなんかもうわかんないけどなんか感情がわかんなくなるえんかないなんかマジで春来るとなんか切なくなるなんか別になんか卒業シーズンだからとかなんか卒業とかっていうわけじゃないんだけどなんかただ普通に切なくなるえわかるなんか出会いと別れって感じがしてなんか心がもうああってなるね <laughs> 心が「あ」だよ嬉しい「モーメント」買い方ってありがとうなんか季節変わる時めっちゃなるなんか情緒 <laughs> うん花粉症じゃないと思う最近アンミールあんみる服はあなんかねニットあンびを買ったけど最近はいけてないね 本当に情緒、本当に情緒です、ね、マジで冬来る前もえー、めっちゃわかる冬来るのもね切ないなんかこう暗くなるの早いし寒なんか寒いしみたいないろんな感情が混ざって混ざって混ざってしまう来週湿度高そうえっ、ー、マジそうなの かる切ないグレイルで買ったよ服えっ、ー、と黒のワンピースとリボンのトップス買った冬服かわいくて好きでもわかるよ冬服はかわいいんだよねそれでバラしちゃうかじゃえー、マジかわいい最近は服はもう買ってないうん 切ない時期に切ない曲聴いて散歩するあーやばいねそれは切ないね冬はめっちゃ切なくなるのわかるえ切ないよね嬉しい憧れありがとう冬の方がわかるよ冬はなる夏からこうどん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 秋が最近ないじゃないですかちょっと秋がな,いなくて突然冬になってなんか なんかさ、福岡帰った時に思った福岡ってほんと日長いなって思ってさめっちゃ明るいのなんか5時5時半とかでもまだかろうじて明,明るくてさなんか東京帰ってきた時にさ「えみたいななんか暗くなるの早くてこんなにもめっちゃ違うのほんと違うよマジであれ見てほしいあのライブカメラ <laughs> ライブカメラのおすすめ。 マジでその5時台とかのライブカメラマジで見てほしい福岡の明るいから多分驚くマジで普通に東京東京え大阪とか関西あたりの方はどうなんだろう早いかな暗くなるのどうなんかな北海道が一番早いですよね暗くなるの。 沖縄はえそうでなんか私は気になって沖縄のライブカメラ見たんですよめっちゃ明るかったなんかあのお昼かなっていうくらい <laughs> びっくりしたライブカメラめっちゃ気になって休みの日にそのライブカメラを調べて沖縄ライブカメラとか調べて YouTube とかで見たりするんだけどそしたら めっちゃ暗いこれ本当に今みたいな疑う北海道4時半え早くないでもねめっちゃね楽しいよ見るのその全然違うから明るさ5時には真っ暗いや本当にやばいよねびっくりするよ <laughs> 何してんのえ趣味趣味なんか本当にびっくりするからちょっとちょっと見てほしい一回ちょっとみんな見てみて明日とかなんかさすがに天気が悪い時はちょっと早いけど暗くなるのでもあのー、あのね普通に晴れの日は本当に明るい すごいよ趣味いろんな地方とか場所のライブカメラを見ること TikTok で長いて白杖駅とか見たえっえやばくないめっちゃ明るくない?」夕方にそれそれ見てどういう気持ちかえ何時ぐらい夕方ぐらいなんか見てえ普通に「え明るい!」とか「え暗くない?」とかなんか。 見るそういう感じになるだからなんかそれを見てなんか知ってわっこんなに違うんだーみたいな <laughs> ってなります楽しい趣味ライブカメラ どういう趣味って感じえでも本当にそう各県の違いは本当に楽しいよ結構楽しいかもあとは人の多さとかもやばくてあ関西大阪のなんかライブカメラ見たことあるんだけど大阪の,あのグリコさんがいらっしゃるとこあるじゃないですかちょっと場所がわからないんだけどあの辺のライブカメラも見たことがあってあ道頓堀ですかね とかもしたらん,んかめっちゃ人多い <laughs> 当たり前か <laughs> めっちゃ人多いですびっくり道頓堀やっぱ人多いやっぱさ観光名所でもあるじゃんみんなグリコさん見たいからラ <laughs> ライブカメラが好きえっあんまり見たことないかもでもたまに見るよたまに見てえなんかなんか すごいさすがなんか場所的にすごいずっと明るいというか人がいる違う <laughs> 違うねいやずっと明るいよねうんプロフィールに書けるかな書こっかな次なんて書いたらいいライブカメラって言ったらいいかな趣味の欄に。 人のの少ない渋谷ラライブカメラ好きわかるえなんかさ今とかの渋谷意外と少なかったりしない多そうと思って見るんだけど多い絶対多いやんと思って見たらえっ本当にこれ渋谷っていう人のあの時あるよびっくりする楽しいよ見るの。 どれくらいの頻度で見てるのえ結構見る本当に隙があればあのー、結構見ますようん一人で見るメンバーにはねあのまあ、言えませんまあいいうんあんまないかうん うんなんか普通に一人で疑問に思うから見るなんか明るさとかえ明るいのかなーとか思ってこう見たり人いるのかなーって見たりなんか本当に自分が見ても満足とか <laughs> ですねうんそう平日渋や,やばいよねそう え、見てみて美咲ちゃん。絶対ハマると思う。うん。結構面白いですよ。え、興味あるよね。絶対みんなある。出るよ、興味。ライブカメラ仲間いないんですよ。うん。あんま不況もしてなくて、別に。うん。ただ満足ですね、自分が。 憂鬱と申しますは、ま、たありがとう。X、もありがとういつも。YouTube で。うん YouTube かあの TikTok のでも見るけど YouTube の方がやっぱ多いかもなんか出るかも結構いろんな場所は。うん楽しいよ。 YouTube でたまにがげてくるでしょ暴走してるの見てるよいや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 楽屋とかで流してたらもうどうしたんよってなるよどうしたのってなこれ何 <laughs> しかもさ北海道とかのさライブカメラとかつけてたらさ「なんで北海道を見てんの?」みたいになるよね理さ不思議不思議 今日改めて何か言われた「リサは変だよ」ってあのマネージャーさんから言われた「変らしい」でも「変と思わないよ」だって楽しいよライブカメラ見ると <laughs> うんそれは何きっかけなまたえっとなんかもともと人間観察が趣味であの 人間をこう見るのが好きなんですけどあのそっからあのたまたま確かなんだろう TikTok のなんかあれかな,でなんかそのライブカメラが出てきてでそっからいろんなあのいろんな場所のライブカメラあるかもって思って調べだしたっていうでそっからハマったっていう感じ。 会いに来ましたありがとう結構友達そうですよ今日は結構友達のあのマネジャーさんとも会えて嬉しかったですねリサちゃん推しじゃない友達リサちゃんだいぶ面白いってうそでもなんか変だーって思われて引かれないといいですけどねうん ライブカメラ歴はいやでももう浅いですよ去年のうん秋ぐらいからちゃんと見出したかもだから歴はちょっと浅い <laughs> でも人間観察はずっと好きえすごい出かける前にえ偉いよそれはすごい すごすぎるうんでもなんか楽しいよ見てるとなんかやっぱそうそれこそみんな生きてるんだなって思うしなんかすごいこう <laughs> なんかなんか楽しいですね。<laughs> なんか何が楽しいかってあるとちょっと難しいけど具体的にはでもなんかずっと見てられるうんうん一回ちょっと見てみてマジであの日のあれとかもあれだけど沈む速さとかやっぱあるそうある うんでもなんかギャップじゃないかも言うけどなんか意外となんか喋るとなんかサバサバしてるんですねって言われるたまに見たりえでしょほらいやなんだかんだちょっとみんな見たいよって思ってる本当はねでもあんまそんなこと言うとさ変だよーって思われるかもしれないからねっみんな言ってないだけ っていうね感じですよ今日はらしくありがとうねりりちゃんありがとう会いに来てくれてやっぱあるのいいとそんな感じなんですよねなんか服装とか趣味とキャラ違うよってよく言われるええー、そう私も言われますよ結構なんか見た目は やっぱりなんかまあふわふわっぽいというかなんか言われるけどなんか喋ると意外となんかこうなんて言うかなんかサバサバっていうかなんですねって言われます初めての方とかにも「はい」って言ったから <laughs>「はい」って言います「一応の髪好き嬉しいリボンつけてたやつ ここにあるリボン出したんだなんか落ちたこれつけてた。かわいいえクールではないそうクールではないんですよ別にクールではないんですねなんだろうなんかクールじゃない なんかサバサバって言われますねサバサバっていうかなんか意外と強いねって言われるいろいろな面でへこたれませんかわいいこれでもね強いなんか強いけどなんか私が最近思ったのはなんか <laughs> ちょっと当たり前だ当たり前すぎてちょっと恥ずかしくなったちょっと言うのやばいやばいのやめとこうか欲しいんだよメソメス系に見られるんやろなあーうん多分多分見た目では昔から見た強い感じええー、昔は でもそんなにあ弱くはないかもでもなんかだからといって強いですかって言われても2個入ってるなんかって感じだけどでも弱い。 鍛えられた鍛えらられれたたなんかまあこういう活動してるといろいろあるじゃないですかいろ、まあ、んな方がいらっしゃるから「なんか絶対高さ違うけど」みたいなそうやっぱね見られるお仕事であるからでもなんかリサは強いあでも言われるかもリサは強いって。 メンバーにも強いねって「うん」って言うだから <laughs> バカっぽいよね何か <laughs>「う<ー>ん」すぐやんじゃうのゆっくんやまないのなんとも思わないどこなんとも思わないことが一番まあ思うけどね <laughs> かわいいよこれかわいいなんか前髪が変だっけどえー、切り替えうまいウそうまいのかな巻竹し今日あー変わったんだアカウントそうなんや面白い女じゃない面白くないなも考えすぎちゃダメだよ何事もどうにかなるねーみたいな 人生 <laughs> 明日たテストなの頑張ってねそれはお菓子とかうんなんかおいしいのを食べるんだよそういう時なんかちょっと変だね今日なんかおかしい、ね、中身ふわふわで中間違えた外見,ふわふわ外見えそうなんかな めっちゃ好きなアイシャドウいきなりえっ、ー、でもあれらしいよそういうのえー、それは辛いかも好きなアイシャドウ辛いねうん浮いちゃうタイプですこれでも今日これ写真撮ったよ撮ったよ今日写真あげてないけど撮ったから明日でも載せるかな 前髪薄前髪う嘘そ何もしてないよあ,あじゃあモーメント先上げようか写真今日のこのリボンのやつ急にさガーリーになるよねこのリボンつけると思わんなんかポニーテールの時とマジ印象違うくない印象違いすぎポニーテールは なんか何だろうちょっと大人っぽいこれは甘甘甘め甘めラーテで,でー <laughs> 甘めですうん全然違うマジで全然違うクッシーンで買ったよ届いた可愛くない えマジでそうなんかリサって本当に髪型となんかメイクとかで本当にマジで人が変わる人が変わるなんかなんだろう雰囲気とかマジで全然違うからびっくりだよなんか服とかは変えてなくてもなんかマジで全然違うって言われるかもうんだからそれこそさ ナチュラルメイク頑張りたいけどナチュラルメイクにしたらさ多分違う人になるあ今日はねパールベージュにした目久しぶりのパールベージュ衣装碁のクロセラーえそう全然違うよねあれもねほんと違うから全然変わるよ そうなんよナチュラルメイク幼いんよなえナチュラルメイクで大人っぽくってどうしたらいいんだろうねちょっとそれは課題だよナチュラルメイクにするとさ押さなくなるんだよね多分そうしょうがないのかな髪をストレートとか巻き下ろしとかにしたら変わる大人っぽくなるかな むずいナチュラルメイク極めたい今年2024でもどうしても濃くなるうん前髪を作らないとかああ作らないいやそれは幼くなるんだよねリサ前髪ないと幼いんだよね 本当幼いリサ好きはじいじゃあまたやってみるナチュラルメイクああねポイントだけね前髪を流すと子供になるそう子供になるんですよね確かにじゃあ聞いてみよう今度。 エスカーさんのメイクさんに今年はナチュラルメイクを極めようと思っててどうしたら幼く見られないでナチュラルメイクになりますかに、ね、聞いてみよう忘れないで、うん、やっぱさそのナチュラルメイクでさこうなんか 大人っぽいのっていいよねって思うよやっぱりって思うねやっほーまあねそう童顔ではあるかな一応なんか家系的にいそうなんか童顔なんですようんだから童顔かもやけどうん てて思ってるねあとなんだろうナチュラルメイクがなんか受けよさそうなんか何 <laughs> のって感じなんですけどなんかナチュラルメイクはなんか受けよさそうじゃないなんかう <laughs> んかさかわいいってなりそうなんか <laughs> ねえ そんなに笑わないで。うん、受けを狙いたい、ね。いいこやめて <laughs>。なんで？いいじゃん。受け受けを、ね。うん。やっぱこう。 いいろんなな方に可愛いなんかそうなんだろうナチュラルメイクで可愛いって言ったらさ無敵だと思わないだってナチュラルメイクで可愛いってさ言うたらもう何だっていいあれでしょもう怖うかったらもうそれもそれであれじゃんでもうんナチュラルメイク可愛いいわいいね。 うん、最強無敵だかと思うから今年はちょっとどうにかナチュラルメイクやってみようねの回だよでもねそうなの濃くしたくなっちゃうんですよなんかもったいないと思っちゃうからダメだよねそういう心も多分なくしていきたいよねナチュラルメイクだったら。 服装ね。うわ、服装どうなんだろう。え、シンプルになるのかななんか、モノトーンコーデみたいな。<laughs> あパーカーとかああね。マジか。パーカーとかか。でも確かにそういうイメージ。パーカーに、ジーンズに、みたいな。無印、無印系。受けよささ <laughs> 無印なんか系ね何だろうなんかほんとナチュラルって感じのパーカーはあんまないねライブではそうだよねそうね確かにそうねだからアイドルっぽさではないねそのナチュラルは何だろう普通っぽさは <laughs> あ 分かんない、普通っぽさというかうんでもやっぱほらいい感じに行きたいよねう <laughs> そうナチュラルに行ってみたいねそうやっぱほら受けをちゃんとしてもらって。 <laughs> 焦ったそう普通に <laughs> 普通彼女っぽさじゃだからやっぱりそうだね彼女っぽさは多分出るよそれはそれはそうだってナチュラルメイカーってそれはそうだじゃんだってそれはそうだけどでももうみんながあれがいいね みんながこう可愛いって感じのナチュラルメイクを目指したい頑張ってだからそうなると男性受けになるじゃんそれはそうよねだからなんか女性の方もなんかナチュラルで可愛いっているじゃんなんかたまにだからそういう感じを目指していきたい <laughs> そういう感じで目指していきたいねうん じわる。そう。じわる。じわ、じわる。うん。万人受け。むずそうだね。うん。うん。でも。だ、うん。神 <laughs> 谷ひきだと。まあ,ま,あま,あまあ、まあ、まあ、まあ。 いいいんじゃないそんな感じを目指していきたいね目標だってナチュラルメイクが嫌いな人はいなそう多分でもだからそれが似合うようにいき,いきたいね今年は目標でした私の目標 <laughs> そうそうなのどの層にも 刺さる目標かな。今のところはやっぱりナチュラルメイクイコール男性が大好きだというイメージがあるじゃないですか。だからなんか女性の方もなんかこう大好きみたいな感じになれたりね。 目標でした。うん。そう。ナチュラルな感じでね。行きたいと思います。でも終わります。配信。目標を言ったので。 木村さん初めてありがとう。嬉しい。木村さん。え何と木村さん。うん。目標だよあくまでも。だからちょっと TikTok とかを見て学ぼうと思うりさん。TikTok とかのなんかナチュラルメイクの方を見て。 研究しよう助かるね本当に助かりますえわ、ー、かる TikTok えー、なんかたまにさなんかそのなんかさなんかあの 彼女さんを,をなんか撮ってるさんなんか方もいるじゃんなんか TikTok でそういうのをさ、見てさなんかすごいあ髪型かあそうなのえありがとう髪型かよかったからそんなのありがとね嬉しい髪型好き 新潟初のえ嬉しい初なのまた遊びに来てね嬉しいよ初なのやばい初 大好きお目目をハートにして大好き今日の日付はい はい、かけた木村さんこの髪型好きで嬉しいありがとう来てくれてありがとうそして初の推し活なんだねコメントしてくれてありがとう嬉しい初の推し活はやばいねありがとうこっちの方が分かる髪はい見えますか ありがとう嬉しいまた遊びに来てねいつでもありがとう木村さんうんークマハートハートちゃんだよーね髪見えてたかなこうやってねやったら髪見えるけど顔が見えないからこうありがとうねまた 遊びに来てねいつでもありがとう本当に嬉しい初の推し活はありがとう,うありがとうございましたまたね遊びに来てね結構あの配信頻度は高い方だと思うのでそう是非また遊びに来てください 嬉しいサイン会も応募してくれてたのありがとう夜は多いね夜の夜の配信は多いかもしれないねうん朝ああ朝怖かったねびっくり仰天でしたけどみんなも安全で生きてくださいちょモーメントあげるねやば時間ないやばいやばいやばいちょっと間に合うかわかんない不安になってきたけどとりあえずモーメント モーメントで今日の指針を上げましょうあのこれこのリボンにするよーということでじゃあランキングを見ますあちょっと危ない13位タカ2十2位タカ11位ヒロミン1一位ツナ 9位カイト、8位ソーマ、7位新一6位押尾5位レグルス4位ザンマイちゃん3位トメゾ、2位カナタ、1位木村でした木村さんありがとうありがとうございましたその他の皆さんもたくさんいつもコメントとかいっぱいしてくださってありがとうございました今日もありがとうございましたお話し会もね本当に朝から起きてくださったりありがとうございました じゃあ,あのー、遅いので時間があのモーメントにしますねあの X とかはまた改めて載せたいと思いますインスタのストーリーにはあのポニーテールのやつ載せたのでぜひ見てみてくださいということで見てくださってありがとうございましたちょっとこのあと緒でモーメントするねじゃあねー おやすみ。バイバーイ。